阪神、選手が白米を美味しそうに食べるグッズを発売してしまう。左のやつのリスクなくね。青柳これわからんやろ。青柳帽子かぶらんと頭皮日焼けしてまうぞ。ふさふさやん。なんか違くね。青柳髪増やしすぎやろ。おにぎりなら某球団でも OK やろ。おにぎりかつ投手なので問題なしていき。関係ないけど晴れと雨とハゲって母音一緒なんやな。ちょっと頭が黒くないですかね。なんとは言わんが盛りすぎだろ。盛りすぎやろ。こんなもんファンは欲しいんか。新人当時の青柳を再現してるかもしれないからセーフだぞ。新人時代からすでにヤバいヤバいコラーカン言われてたんだよなぁ。なんとは言わんが、青柳の人気の秘訣はやっぱりあれか。これから20年か、8年です。こちら7年半となっております。ちなみに雨バージョン、傘うまく使ってるな。大竹に帽子かぶせるんなら青柳にもかぶせてやれや。青柳って顔だけ見ると悪くないよな。雨柳さんタオルと大雨さんタオルはめっちゃ人気やで。特に雨柳さんの方。これでも気使ってるやろ。大竹は阪神のグッズ代だけで年俸以上は稼いだんだろうな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。